一休みするか。随分と汗をかいたな。おいキリト、こんなところで服脱ごうとするなよ。あっと、そうだった、ここはもう衛兵詰め所じゃないんだよな。そうだよ、ここには女の子だっているんだから。まったく見ててハラハラするよ。悪い悪い。しかし衛兵隊の時はそういう意味では楽だったな。見事に男性しかいなかったもんね。てっきり学院もそうだと思ってたんだけどな。思った以上に女子が多くてびっくりしたよ。修験学院には貴族の人たちも多いからね。貴族にはたしなみとして剣を習う人が多いって聞くし。なるほどな。だとしたら貴族だからって油断はできないってことだ。油断？だって俺たちの目的はここでトップ、じゃなくて主席になって剣術大会に出ることだろ。そうだね、うん、僕も頑張らないと。